どうも、折の晩酌ご視聴いただきましてありがとうございます。タモンズ阿部でございます。いやー、むちゃぐちゃ打ちました。こんなん久しぶりじゃないか。最近よう打つもんね。でも20安打なんていつぶりなんやろうね。ほんともう打ちすぎじゃないっていうぐらい打ちましたけどもね。いやー、これで何ですか、4カード連続の勝ち越しということでね、もう笑いが止まりませんけどもね。どうしちゃったんでしょうか、オリックスね。激強ということでね。いや、まあ今日はね、相手ピッチャーが吉田輝星君ということでね。まあね、甲子園のスターですけどもね、プロは甘くないんだよっていうのをね、こう我がオリックスがね、こう見せつけてあげた形になりましたけども。いやー、しかしね、オリックスっていうのは大体ね、そうなんですけども、こう各チームをね、こう期待の若手にね、こう自信をつけさせてあげるような、まあ、球団だったわけですよ、今までね。むせちゃいました。いや、しかし今日は何ですか、もうね、もう用意ドンからもうポン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 打ち出してね。もうね、あっという間にね、もう4点取ってね、スタートしましたけども。いやー、ごめんなさいね、吉田輝星君ね、君がね、まだ力不足なんじゃなくてね、オリックスが強すぎるだけなんだよなんてね。ちょっとね、思っちゃいましたけども。まあね、ダントツの最下位なんですけどもね。まあね、今日は、ちょっとね、長くなっちゃいました。9月27日、12対8で見事勝利。ね、今日は幸也君ね、6失点でございましたけども、関係ございませんでした。打ちすぎちゃったもんでね。まあ、大量援護に守られて4勝目ということでね。まあ、同点にね、4点差を一気に吐き出しましたけどもね、幸也君がね、最初ね。まあでもね、ちょっとあそこは結構運も悪かったよね。なんかどん詰まりのね、打球が、結構嫌なとこに飛んじゃったみたいなのが多くてね。まあでも、しかしね、その後のね、ね、2点差に迫られた太田大志の特大のホームランとかね、あの辺はちょっともうちょい気をつけていただきたかったね。まあでもいっかっていうね。勝っちゃったからね、こんだけ打っちゃったらね。まあ今日なんかもうね、ディクソン出てきてもね、大丈夫ですよってなもんですよね、ほんと。まあ追いつかれそうになってもね、引き離しましたからね。さあ、まあそうですよ、だから今日はね、打ちすぎ、もうね、ほんと20安打12得点もうね、猛打賞が4人おりますよ。福田、T、正尚、小田とね、もう、すごいすごい。もう、しかも先発全員安打でしょ。いや、もうね、打ちすぎて、どこの点が誰やったかもう覚えてないですけどもね。まあでもね、大事なところでね、打ってくれたなと思うのは、やっぱ、この人ね、3戦連発、もやね、もやがね、勝ち越しのね、同点に追いつかれて、あれ、これもしかして逆転負けするのって思ってたら、もやがね、パチンとこうね、打ってくれてね、もうすごいね、もや。今日もね、もうすごい。もうもやはもう京セラドームちょっと狭いね。いやー、もう今日も天井に当ててましたけどもね。すごいよね、もや。もう来年からもね、もや、もう2年総額8億7000万プラス出来高払いでいいんじゃないですか、もうね。もうもや君をね、もう大いにね、もう使ってね。いやー、楽しみですね、ほんとね。来年ももやいてくれるよね。さあ、そして、これね、
あとね、結構この大下のね、タイムリーもね、ありがたかったよね。ちょっとね、2点差に迫られましてね、なんとなく、まあまあな、嫌な予感というかね、まあオリックスですからね、まあオリックスを応援しとるのでね、やっぱ不安にはなりますよ。これ本来勝つ流れなんだけども、もしかしてがあるチームなんでね、と思ってたらね、この大下がね、左中間にね、素晴らしい打球でね、2点タイムリーということで、あ、やっぱり今日は大丈夫なんやなというね、気分にさせていただきました。ね、というわけで今日のお立ち台はね、もうこのもやと大下でしたけどもね、いやーすごいですね、強いね。いやー今日はまだね、これからちょっとまだお仕事残してるんで、お酒がね飲めないんですけども、今日の酒はうまいはずですよね。いやーやばいですよこれはね。私まだねちょっと年老いすぎましてね、この間朝まで飲んじゃったのがね、まだ未だにねこう後を引きずってますけどもね。でも今日は行っちゃうだろうね。いやー素晴らしい本当にね。やっぱ打線がねこんだけ打つとね、気持ちいいですわね。まあね、まあリリーフ陣というかね、漆原はね今日は清宮にまたね最後ちょっと打たれてましたけどもね、まあそこはご愛嬌ということでね、まあね、いやしかしまあ、いやどうしちゃったんでしょうかね。毎回毎回言いますけどもね、なんでこの時期なんでしょうかね。ほんとそれだけなんですよ今ね。もう、もうあとはもう何も言うことない。順位だけ、順位だけ変なとこおる。それだけねちょっとなんとかしていただきたいですけどもね。まあしかしね、また何ですか、最高の週末だったじゃないですかね。こう4カード連続勝ち越してね、もう最後もね、最後のね日曜日にね勝って終われるというね。いやありがとうございますというわけでね、まあね、来週からもお願いしますということで、鬼の晩酌でした。さようなら。チャンネル登録お願いします。